はい、皆さんこんにちは。今回も始めていきましょう。クラシカチューブ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このクラシカ横浜はですね、素敵な素敵なクラシックカーを常時ショールームに10台以上展示していて、で仕上げをしている、仕上げに取り掛かっている車両は20台以上という、そんな素敵なお店でございます。そんな素敵なクラシックカーの仕入れの様子や仕上げの様子、車両紹介などをさせていただいてますので、ちょっとでもいいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をして続きをご覧ください。ということでですね、今回も素敵な車両を紹介させていただこうと思います。まずはですね、早速車の元へ行っちゃいましょう。行きますよ。はい、りょうさん、こちらメルセデスベンツ W116 の 450SEL です。いやー、かっこいいですね。この昔のね、クラシカルなメルセデスといえばといえばこのダブルバンパーですよね。めちゃめちゃかっこいいです、これ。で、この W116 といえばのこのダブルバンパーなんですけども、実はですね、つい最近もこの 450SEL 扱っていたんですよ。で、それがクラシカ横浜のある意味目玉車両みたいなところでもあったんですけど、それは無事に売れました。売れて納車まで、ね、無事に完了したわけなんですが、ちょっとね、お店としてもあのかっこいいかっこいい W116 なくなってしまったの寂しいななんて思っていた矢先にですよ、また新たな個体と出会ったというわけなんですが、こちらですね、先に言っておきます。我々クラシカ横浜は低走行のね、高コンディションの車両を販売するというコンセプトでやっているんですが、こちらの車両に関しては約15万キロ走っています。というのもこれ下取りだったんですね。クラシカ横浜で車を買っていただいたお客様が下取りとして入れてくれた車両なんですが、15万キロ走ってるとはいえね、良さ見れば見るほどまだまだ元気に走れる車なんですよ。で、普段はね、普段は まず外装からというところなんですけど、この車に関してはちょっとエンジンかけてみましょう。よっ、はい、こんな感じでですね、で、こちらの車両ももうすでに一回もうリフトアップして、しっかりとチェック点検して、まあ、オイルパンにね、オイルの漏れやにじみなどがあったので清掃して、しっかり締めて、しっかり走れるコンディションに仕上げ直しているんですが、で、ね、クーラントのサブタンクなんかも交換して、なのでエンジンルームに関してはですね、これはもう問題ないです。で、そもそもお客さんが下取り車としてね、ずっと大事に乗られていた車なので、走行に関しては問題なし。で、これもタイミングベルトではなくタイミングチェーンなので、もう15万キロとは言わずね、20万30万平気で乗ってくれるような、そういうのがタイミングチェーンなので、そのあたりも気にせずに乗っていただけると思います。じゃあエンジン実際かかるのか、ちょっとやってみましょうね。はい、かけますよ。はい、もう全然快調です。すぐにでも乗れます。で、ちょっと内装を見てくださいね。で、内装のところちょっと今ね、散らかった状態になってるんですが、もう全て引っ剥がしてですね、もう何か不調の原因になる可能性のあるところは今のうちにですね、見つけて仕上げてます。で、そのうちの一つが、はい、よいしょ、見えますかね、ここですね。もうフロアマット剥がして、まあ、全て剥がしたら実はですね、穴が見つかったんですね、フロアに。で、それを埋めました。こうやって、ほら、そうですか、見えないか、本当だなるほど、ありがとうございます。なので、まあ、錆によって開いてしまった穴の板金処理も自社内で完結しております。で、また116の魅力の一つといえば、やっぱこの重厚感、高級感ですよね。で、ドアを閉めた時の何とも言えないドスンという重厚感、ちょっとね、音が伝わるかな、やってみますね。よいしょ、カチャッと、いや、いい音で、リアドアに関しても開けた時のね、独特のなんだろうな、ガチャッみたいな、そう、ドアの受け部分のね、器具の音みたいなんですけども、これも独特で結構ね、あ、いいねってお客様いらっしゃるんですよね。ちょっと開けてみますね。わかりますかね、この独特の、いや、素敵です。そのクラシックさを物語ってるようなね、今の車とはなかなか違う、何をやるにも音一つとってもね、あ、クラシックな車だなというのを感じさせてくれる一台です。で、ステアリングも変わってますね。このステアリングも前のオーナーさんが好みで付けられていたんですけど、これもなんか中古でもかなり値段のする高級品のようですね。で、内装に関しては、はい、では内装ですね、ドアの内張りも全然綺麗な状態ですね。うん、やれもほつれも見当たりません。で、
まあ、フロアマット等はね今剥がしてますのでこんな感じになってますけども、でこういったところ正直ね年式相応の破れ、これはどうしても発生してしまったので ここはもう直します。 450SEL というせっかくの貴重な個体なので、そのあたりはびっしり仕上げて販売開始しようと思います。でちなみにですけども、フロアマットを今剥がしてますけど、リアはこのままですね、カロ製のフロアマットが引いてあります。で純正のフロアマットも残っていましたので、そちらも販売の際に一緒につけることができます。でちょっとまだね内装仕上げ中なので部品が乗ったりはしてしまってますけども、状態としては、修復する箇所はそこまで多く見当たらない、いい個体ですね。で天井はこんな感じですね、垂れ下がり見当たりません。一度直してるのかな、大丈夫ですね。はい、でトランクルームこんな感じです。で一度今ね一時的に剥がしてるフロアマット類ありますが、まあ、ゴルフバッグも平気で詰める広々としたトランクになっております。はい、でリアもおなじみのダブルバンパー、かっこいいですね。はい、じゃあここまでご覧いただいた方、ちょっとお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけど、この W116-450SEL なんですけど、若干ね AMG 仕様というか AMG 仕様風なチューニングがされています。よく AMG 仕様というとエンブレムからホイールから足回りから全てその AMG に寄せてですね、エアロパーツとかも全てつけてというものがありますが、こちらはですね、まあ、エンブレムはそのまま、ただ足回りに関してはサスペンションを変えてやはり若干ローダウンさせてますね。ホイールも AMG に変わってます。でちょっと傷がねついちゃってますけど、センターホイールキャップのところで、こちらのフロントスポイラー、こちらもですね AMG 仕様になってます。はい、でこちらサイドスポイラーはついていません。サイドスポイラーでリアもですねそのまま純正のままとなっております。はい、ということでこの 450SEL ローダウンしてホイールを AMG 仕様にして、でフロントのスポイラーをつけてね、その AMG 仕様風なチューニングをされて、前のオーナーさんのこだわりが実に伺える、非常にコンディションのいい1台です。でこちらはですねディーラーの正規輸入車となってます。はい、でこちらですね正規輸入車の証っていうんですかね、ウエスタン自動車株式会社、しっかりこうプレートに打刻されています。はい、でこのウエスタン自動車なんですけども、ベンツの正規ディーラーといえば、まあ、柳瀬があるじゃないですか。で柳瀬だとフォルクスワーゲンとかこういろんな車種をね取り扱うんですけども、その柳瀬の別会社としてメルセデスのみを扱う会社としてウエスタン自動車株式会社があったということで、こちらは紛れもない正規輸入車、ただ一応後ろにもね柳瀬のマークステッカー貼ってあります。 W116-450SEL なんですけども、初代 S クラスと言われてますね。まあ、厳密に言えば昔の縦目の時代のベンツなんかでも同じぐらいの寸法排気量のものはあったんですけども、正式に S クラスを冠した最初のモデルです。はい、では寸法をおさらいしていきましょう。全長506センチです。で全幅幅ですね、これ187センチです。そして全高高さが138センチとなっております。でこの存在感のあるボディサイズに、4500cc の大排気量エンジン、まさに S クラスといった感じですね。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。いやー、やっぱ W116 かっこいいですね。ザ・クラシックって感じの、まさにメルセデスのクラシックカーで、その車好きじゃない方とかクラシックカー特に興味ない方っていうのも、あの車を見るとうわこれかっこいいなっていう人結構多いですよね。多いですね。私もちょっと趣味でインスタなんかでポンと上げたりするんですけど、やっぱ W116 のあのクラシカルのダブルバンパーのやつ、あれやっぱ反応いいですもんね。車好きの方に限らず、うわかっこいいメルセデスっていう感じがする貴重な一台です。やっぱ今めちゃくちゃ球数少ないんですよ。いやですよね。なので今回その15万キロのやつを、まあ、クラシカとしては珍しくですね販売しようということになったんですけども、まあ、それもなぜかというと、まあ、そもそも見つからないですもんね。 450SEL ありがたいことに売れたので、よしじゃあ次の新しいやつを仕入れるぞとなった時に、全然やっぱ球数が少なすぎていい個体がなかなか見つからない。もうどんどんそんな貴重な存在になってますんで、あれだって1980年だから42年前ですよ。42年も昔の車がまだ走れる状態で外装もいい状態で残ってるっていうのはかなり貴重な出会いなので、これはありがたい仕入れとなりました。ということでこのクラシカ YouTube では貴重なクラシックカーの仕入れの様子や作業の様子で車両紹介なんかもさせていただきますので、ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。